今日はですね、応募してくれた皆様の中から数名の人に出ていただいて、皆さんの三種の神器を紹介してもらおうと思っています。それではよろしくお願いします。まずですね、この登壇していただく方たちに、自己紹介をしていただきたいと思います。まず、環境省の平尾室長お願いいたします。伊藤先生ありがとうございます。環境省でプラスチックの取り組みの担当室長をしています平尾と申します。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ずっとですね、三種の神器について議論を行ってきました。三種の神器プロジェクトのメンバーからですね、有田さんと山口さんが今日参加してくれてます。今日はですね、三種の神器の本当の議論の入り前に、もしもですね、生きてる間に残り3つしかプラスチック使えませんよと言われたときに、何を使う、何を残そうかということをですね、考えてもらいました。で、今日はですね、福岡県立三池工業高校高等学校の皆さん、エネルギー系1年の35名の皆さんが、その残り3つ何が大事かっていうプラスチックを考えてくれましたので、その中から3名の方にですね、ご意見をいただきたいと思います。それでは、最初の方お願いします。三池高校の三池工業高等高校の、吉原かなめさん。吉原さん聞こえてますか？はい、あ、こんにちは。こんにちは。たくさんの意見ありがとうございました。その中で、吉原さんが考えてくれた、はい、もしも3つしか、プラスチックは残せないと思った場合に大事だと思ったもの、聞かせてもらえますでしょうか？自分の考えた逆三種の神器のは、1つ目はペットボトルです。理由はやっぱり人間は飲み物がないと生きていけないから、飲み物を飲めなくなるのはやっぱりダメだと思ったので、ペットボトルは必要だと思いました。2つ目はゴミ袋です。ゴミを捨てられないと、ゴミが溜まってしまい地球環境が悪くなるからです。で、3つ目はシャーペンです。学生は字を書けないと勉強ができないので、シャーペンにしました。はい、ありがとうございます。以上の3つです。はい、まあ、確かに水がなければ人類生きていけないので、まあ、水分を補給するというのは重要ですよね。それからゴミ、これもずっと家に溜めておくわけにはいかないので、何かまとめるものが必要と、いうことで、それから、まあ、高校生なので勉強しなきゃいけないので、シャーペンシルが絶対必要という、まあ、非常に、まあ、そうですね、皆さん使っているものを挙げていただきましたけど、この3つについて、どうでしょう。まずは環境省の、平尾室長、今のご意見聞いてみてどうですかね。さすが生活に密着してるなと思って聞きました。他の方法あるんじゃないかっていうところに行く前に、なんかその、よくありとあらゆるところに使われてますっていうことを申し上げてるんですけども、プラスチック、その日常生活、衣食住、そのいろんなところ含めて全部に関わってるんだろうというふうに思ってます。で、今聞いた中だと、このペットボトルっていうところで、多分食べるところですね、その水っていうところで水分補給で、それはその通りだというふうに思いますし、生活で、生きてる限りゴミが出ますので、そこのところに目が行ってるっていうのも、さすがだなと。それで、シャーペンっていうふうにおっしゃっていただいて、これビジネスの、その仕事を始めた人間だと仕事に使うプラスチックっていうふうになるんだと思うんですけども、学生さんなんで、身近なシャーペンっていうのをおっしゃったのかなっていうふうに思ってて、だから、結局、生活の全部で出てくるんだということを改めて、認識したところです。で、生活の全部を見直していくっていうことにつながっていくんだなっていうふうに聞いてて思いました。すみません。はい、ありがとうございます。実はですね、私プラスチックの研究も今やってるんですけど、もともとは地球温暖化の研究をしていたんですね。で、地球温暖化、なるべくこの CO2 排出を避けるために10年前までは瓶で運んでいたジュースをペットボトルに
どんどん変えた方がいいっていうふうに推進派だったんですね。それが数年経ったらですね、もうプラスチックがどんどん問題になってきて、いや CO2 も大事だけどプラスチックも大事ってことで、瓶もダメ、ペットボトルもダメ、じゃあどうしようっていうことで、まあ、非常に今狭間にいますけれども、まあ、ここにいる会場の人たちがみんな持ってるこういうマイボトルですね、マイボトルを持ち歩くことでなるべくペットボトルを使うのを減らしたりとかしながら、まあ、なんとか今プラスチックとうまく付き合いながらもできるだけ使わない、で使い始めたらもうずっとそれを使うっていうことをできればなっていうふうに考えて私も行動しています。吉原さんの意見聞いてみていかがですかね。じゃあ山口さんからじゃあお聞きしましょうか。はい、平尾さんもおっしゃっていたように、その衣食住すべてに、まあ、プラスチック関係しているなっていう、吉原さんですよね意見からそのようなことが伝わりました。で特にあのペットボトルに関してなんですけど、高校の自動販売機とかあのでジュース買ったりとか高校生だとされると思うんですけど、そういう時もう確実にペットボトルで、もしマイボトル持ってたとしてもその飲み物が足りなくなってしまった時とかに買う必要も出てくると思うので、ペットボトルっていうのは日常生活に欠かせないのがなるほどなと思う一方で、その全ての学生がそういう視点を持てているのか、ペットボトルって大切なんだよっていう、これも資源なんだよっていう視点を持てているのかっていうのは、まだまだそうではない部分もあるかと思うので、ぜひ吉原さんがこれは大切な資源なんだということを広めていただければなと思いました。はい、ありがとうございます。吉原さんいかがですかね、今のを聞いてみて。やっぱ身近にあるプラスチックはやっぱ大切だと思いました。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。それではお二人目に移りたい、ありがとうございます。お二人目に移りたいと思います。お二人目は安竹翼さんですね。安竹さん聞こえますか。あ、聞こえます。あ、こんにちは。今日はどうもありがとうございます。はい、それでは安竹さんが考えられる、3つの大事なプラスチックを教えていただけますか。はい、私の考える約3つの神器は、1つ目がまずペットボトルです。やっぱり人間は生きるためにはやっぱり水が必要かなって思ったんで、やっぱり繰り返し使えるためにはペットボトルがまあ重要かなと私は思いました。2つ目は消しゴムです。やっぱり学生っていうのはやっぱりたくさん勉強するので、そのために間違えたところとか消すためにはやっぱりたくさん消しゴムが必要になってくるかなと思ったんで、私は消しゴムを選びました。最後に、靴です。私はやっぱり人を歩くためにはやっぱり靴が必要だと思ったので、やっぱり靴もプラスチックが使われているので、私は靴もその一つかなと思いました。はい、ありがとうございます。まあ、やっぱりあの水分が重要ということでペットボトル、それからまあさっきは書く方のシャーペンでしたけど、消す方の消しゴム、プラスチック消しゴムすごい消えるんで、実は私子供の時にプラスチック消しゴム一番最初に使った時すごい感動したんですけど、よく消えますよね。それから3番目が靴っていうことで、すごいなと思ったんですけど、まさに靴もプラスチック使ってますよね、たくさんね。で特に軽い靴なんていうのはプラスチックいっぱい使ってますので、まあ、そういう意味ではすごい大事なものだなっていうふうに私も思います。これもすごい生活に関係あるものが3つ出てきましたけど、有田さんどうですかね、お聞きになって。はい、本当にお二人ともすごく身の回りのプラスチックを上げていらっしゃって、身の回りにあるからこそ無視しがちなものに気づいていらっしゃるのは本当にさすがだなというふうに感じました。私も高校生なんですけれども、なのでそのシャーペンであったりとか消しゴムであったりとかは本当に身近でないと勉強できないものなので、すごく共感しました。
確かに昔は砂消しゴムとか使ってらっしゃったんですか？砂消しゴム、なんか なんでしょうね、砂じゃない方の消しゴムもありましたね。ポロ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 崩れちゃうので、うん、あんまり綺麗に消えないんですよね、はい、いや便利だからこそ本当に考えないとなと思いますね。はい、ありがとうございます。平尾室長いかがですかね、今の、安武さんのご意見聞いて。いや、生活密着っていうネタもそうなんですけども、いや、ごめんなさい、単純にすげえなと思っちゃったのは、消しゴムがゴムじゃないって知ってるんだと思って、で、伊藤先生、プラスチック消しゴムっておっしゃって、私もある程度共感するんですけど、ある程度の年が入ってないと、消しゴムイコールプラスチック消しゴムで、そういう、靴もそうなんですけども、あれこれプラスチックだったっけっていうのが実は世の中とか日常にいっぱい潜んでて、マスクもそうですし、あるいはその紙おむつとかもそうですし、気づいてないとこでいろんなとこで使われてるのが実態で、まあ、身近なその毎日使ってる消しゴムでそういうとこに目がいってれるっていうのは、さすがだなというふうに思いました。まあ、そういったところで、その日常生活を見直す中でその素材との付き合い方っていうのを考えていくということは、さっき伊藤先生ライフサイクル全体を見たことをおっしゃってたと思うんですけども、そういった視点を含めて、あれこれプラスチックっていうところも含めて目を生かしていくと、実は意外と気づいてないところもいっぱいあるのかなっていうふうに思いました。すいません、雑白で恐縮です。はい、ありがとうございます。安崎さんいかがですか、今の、お二人のお話聞いてみて。やっぱり日常生活でやっぱりプラスチックは出てしまうものはしょうがないと思うので、できるだけ少しずつ、まあ、減らしていけれたらと思っています。はい、ありがとうございます。以上です。私たちもなんかずっと話をしてきて、出てきたんですけど、そのいろんな神社があって針供養、針を使い終わったら針供養に出すとか、まあだるま使い終わったらだるま供養に出すとか、そういうなんか、大事に使ってきたものを供養に出すっていう文化が日本にあるのに、60年ぐらいプラスチックの恩恵を受けてるのに、なんでプラスチック神社ないんだろうっていう議論も出たんですよね。だからなんかみんながもっとプラスチックが大事だっていうことに気づいて、まあ、大切に使うってこともすごい重要なのかなっていうふうに安武さんのお話聞いて思いました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは3人目の方に、移りたいと思います。3人目の方は、杉山敦樹さんですね。杉山さん聞こえますでしょうか。あ、はい、聞こえます。こんにちは。こんにちは。はい、それでは杉山さんが思う、大事な3つのプラスチック教えてもらえますか。自分が思う三種の神器は、神器の一つ目は歯ブラシです。理由は歯を磨けないからです。二つ目はフォークです。フォークがないと食べ物を食べたりできないからです。三つ目はスプーンです。スプーンがないと飲み物を飲んだりできないと思うからです。以上です。はい、ありがとうございます。歯ブラシ、これ本当、プラスチックじゃなかったらどうなるんだろうって考えちゃうんですけど、そうですよね。私毛先の細い、歯ブラシが大好きでして、多分あんだけ細い毛先作れるのってプラスチックなんじゃないかと思います。今日私実は京都まで、東京から来てるんですけど、今日こっちに泊まるんですが、まあ、歯ブラシ持参で来てますけど、やっぱりプラスチック製の歯ブラシをまだ使ってる状況ですね。すごい重要なものだと思います。それからスプーンとフォーク挙げてくれましたけど、これはあれですかね、どこか外で食べる時とかに使うっていう意味ですかね。あ、はい、はい、まあ、そうですね。
まあ、外でなんかお弁当とか買った時にスプーンフォークがくっついてないと困ると、そういうお話ですかね。はい、そうです。はい、ありがとうございます。今のお話聞いて、山口さんいかがですか。はい、歯ブラシっていうのはすごく鋭い意見だなというふうに思いましたね。私たちのプロジェクトの中で、さっき伊藤さんがおっしゃったそのプラの神社プラを供養するっていうのと同じようなタイミングで出てきたフレーズの中にプラスチックのゆりかごから墓場までっていう言葉があったと思って、でそれって歯ブラシに当てはめて考えてみると、本当赤ちゃんからもう高齢者の方までもう誰もがほとんど毎日使ってると思うんですよね。なのでもう欠かせないし、お店から歯ブラシがなくなる日っていうのは想像できないので、しかもその歯ブラシを使うときに歯磨き粉まで使ったりすると、その歯磨き粉が入っているチューブもまたプラスチック製品だったりとか、コップがプラスチック製品だったりとかして、本当、なかったら生活が困るなっていうふうに考えさせられる杉山さんの鋭い意見だなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。有田さん、スプーンとフォークってどうですかね。はい、そうですね、やっぱり家では金属製のものであったり使うことができると思うんですけど、なかなか今日は絶対コンビニで買うぞとかって思って家を出なくても、たまたま時間がなくてコンビニになってしまってスプーンもフォークもないとかいうことは容易に想像できると思うので、確かにそうなった時にいちいち金属製のものを買うっていうのはやっぱり難しいですし、すごく重要な視点だなというふうに感じました。いいですか。はい、その外で食べる時のプラスチック製、例えばコンビニとかで有田さん言ってくれたように受け取るプラスチック製のものってやっぱり軽いじゃないですか。なので利便性も高いと思うんですよね。金属のものをコンビニがいちいち渡していたら、用意しておくところ運ぶ段階とかまたコストがかかってしまったりとか、効率を高める上でもそのプラスチック製のスプーンフォークっていうのは、たくさん求められている状況なので、そうですね、大事なところだと思いました。はい、ありがとうございます。平尾さん聞こえますか。はい、はい、いかがですかね。はい、はい、さっきプラスチック供養の話があったと思うんですけれども、この前の段階でプラス新法の話をさせていただいたときに、自主回収に協力してほしいっていう旨を申し上げたところです。それで、日用品メーカーですね、ライオンさんだったり、カオさんだったり、特に歯ブラシ大量に出るもんですから、歯ブラシの自主回収をしようっていうようなところがあって、やっぱりどうしても使うと思うんです。それで、自主回収に協力するときにホイットを入れることでですね、実はプラ供養になるんじゃないかというふうに思っておりまして、そういったして、日頃 の生活の相棒への感謝も込めてですね、自主回収に協力いただくっていうのもありかなっていうふうに思います。それから外で使うカトラリースプーンフォーク類ですね、今回の法律で減らそうというふうにしているところであったんですけども、どうしても使うよっていう場合も当然あるというふうに思ってます。で、そういった場合にどうするかっていうことで、日頃持ち歩いていただくっていうパターンもあるでしょうし、あるいは素材ごと変えていただくっていうような話もありまして、予算事業の方で応援している事業で、期待しているプロジェクトいくつかあるんですが、竹ですね、竹がいっぱい放置されて竹害になってて、困ってるっていう問題もあって、竹を加工して、バイオプラみたいなのを作ろうみたいな話もあって、うまくいくといいなと思って一生懸命応援したりもしてるんですけども、どうしても使うっていうような場合に、そのバイオ系のものを使っていく、あるいはその、もちろん持続可能なものですね、もう使っていくっていうふうになっていくと、いい循環になっていくかなっていうふうにも思っております。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なかなかここ難しいところだと思うんですけど、
一番いいのはそのバイオ製品でも一回だけで捨てるんじゃなくて、なるべく何回も使うっていうのがすごい重要な観点かなって思うので、なかなかいつも持ってるわけにはいかないんだけど、一回使ったら、まあ、持って帰ってしばらく壊れるまではまあ使うみたいな、そういうふうに考えればまずはいいのかなっていうふうに思ってるんですけど、いかがですかね、あの平尾室長、そういうの。あ、そう思います。特にあのなんか木製のものを使っておしまいっていうのももったいないと思うのが多分人情だと思うんですよね。で、そういうふうに、まあ、さっきの供養の話にも通じるんですけども、一個一個愛着を持ったアイテムで生活していくっていうふうになると、ものとの付き合い方っていうのも変わっていくんじゃないかというふうに思います。使い捨てのものが、バイオ系のものになったら、バイオ系のその何でしょうね、持続可能性の方が持たないと思いますので、そこのところをうまく着地していく必要があると思います。先生のおっしゃる通りかというふうに思います。はい、ありがとうございます。3人のお話聞いてみていかがですかね。杉山さん、いかがですか。あ、プラスチックをそういうプラスチックをそんな使うんじゃなくて、歯磨き歯ブラシだったらその金属製のものに変えたりしたりした方がいいと思いました。あ、なるほど。でフォークやナイフは、そのプラスチックにしないで、金属などにした方がいいと思いました。はい、以上です。ありがとうございます。ここに実は展示物があって、ちょっと見えない、なんか三池工業高校さんが作ったですね、この手作りのペンっていうのがあるんですけれども、まあ、これまさにプラスチックの代替品として、どんなものができるかということで、三池工業高校さんたちの生徒さんたちが考えて作った、手作りのシャープペンシルだったり万年筆だったりっていうのがあって、これまさに代替品なんですけど、なんかこういうものがあると、逆に自分で手作りで作ると大事に何回も何回も使うので、なんかそういう精神が大事なのかなっていうふうに、私も、こういう活動を見ててですね思いました。最後になんかせっかくなんで聞いてみたいこととかありますか。プラスチックのことで分かんないこととか。プラスチックって将来なくなるんですか。あ、すごい究極の質問ですよね。プラスチックなくなるのか。60年の前はなかったんで、なくそうと思えばなくせるはずですけれども、60年前の生活に人間が戻れるかっていう、すごい究極の質問のように思います。平尾室長、いかがですかね。プラスチックなくなりますか。イエスかノーで言うとなくならないと思いますね。あまりにも便利で、さっき加工が良いっていうことを言ったんですけど、こういう素材ないと思うので、ちょっとしばらくは考えがつかないところですね。で、ただバージンっていうと分かりますかね。その石油から作るプラスチックがこのままずっとありますかって言ったら、それもない気がしますね。リサイクル素材にするか、植物由来にしていくかっていうことをやっていって、従来とは違った形のプラスチックっていうものがずっと使われるというふうになっていくんじゃないかというふうに思っております。はい、ありがとうございます。ということですけれども、いかがですか？納得しました？はい。はい。じゃあ、はい、ありがとうございます。今日はなんか授業のすごいタイトなスケジュールの中、時間を縫って出ていただいたということで、大変ありがとうございます。あ、3人並んでくれたんですね。ありがとうございます。吉原さんと安武さんと杉山さん、本当にどうもありがとうございました。それではありがとうございました。はい、
ですね、今三池工業高校の方々にお話しいただきましたけど、授業の関係でですね、どうしても14時20分までに終わりにしなければいけないっていう制限があって、まあ、今30分までギリギリ伸ばしてもらって出ていただいたんですけれども、まあ、まずは高校生のプラスチックどんなものが大事かっていうお話を聞きたいということで、このですね SDGs 問答を始めさせていただきました。それではですねちょっと立ち返りまして、なんで今日この三種の神器を話すことになったのか、そのプロジェクトの始まり、それからまあどんな瞑想を続けてきたか、ちょっとお話しいただければと思います。では有田さんの方から説明していただけますか。はい、三種の神器の始まりはですね、浅利先生がどこかの会議でマイ箸、マイボトル、マイバッグを三種の神器として持ち歩いているとおっしゃったことが、このプロジェクトの始まりのきっかけでした。と今高校生の方々がおっしゃってくださったように、そのどうしてもなくせないものを考える三種の神器というのもとても面白い視点だと思いますし、浅利先生の例のようにこれを持っていればプラスチックの削減に貢献できるというものも三種の神器になると思います。つまり三種の神器とは一言で言えば、私の中ではプラスチック問題を考えていく上で鍵となるものを3つ見つけるということだと思っています。はい、ありがとうございます。山口さんもずっと半年以上この議論を続けてきましたけど、はいはい、なんか今の三種の神器のことでフォローすることありますか。フォローすることですか。浅利先生がどこかの会議でとおっしゃって、ね、いましたけど、結構有名な国際会議とかだと思います。その点をちょっと付け加えておきます。はい、でまあ、三種の神器っていうふうに、まあ、私たちいろいろ議論してきたんですけど、結構瞑想しまして、いろんな三種の神器がやっぱりあるよねっていうことで、まあ、いろんな三種の神器をいろんな人から聞いて、もっとプラスチックを深く考えてみようっていうことで、まあ、今日 SDGs 問答でやりましょうということになりました。で、事前にですね、応募したところで公募したところ、10名ぐらいの方から応募していただきまして、その方々に今日ですね、ご意見を伺いたいと思ってます。それではですね、ここからはどんな三種の神器を持ったらプラスチックを減らせるのかということで、話を切り替えていきたいと思ってます。お一人目は相田美智子さん、北里大学の学生さんですけれども、相田さん聞こえますか。聞こえております。ご紹介ありがとうございます。北里大学3年生の相田美智子と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日なんかすごいスケジュールきつい中出演いただいてありがとうございます。それではですね、早速ですけれども、相田さんの考える、プラスチックを減らすための三種の神器を教えていただけますか。はい、では私の考える三種の神器について発表させてもらいます。と風呂敷と前歯ブラシとテーピングになります。2番目の前歯ブラシについては、先ほど逆三種の神器でお話があったので、少し議論の余地があるのかなというふうに思いますけれども、まず1つ目の風呂敷の方からお話ししていきたいと思います。風呂敷は1枚の正方形の布です。ですので、物を、そうですね、こうやって包むこともできますし、と、そうすることって贈答品用にいつもはプラスチックのバッグに入れたところを布で代わりに使うことができますし、と、このようにバッグのように風呂敷を結んでもらえば、エコバッグのように使うことも、トートバッグのように使うことも、ミニバッグとして使ってちょっとお財布を入れておくこともできます。また衣服を包んで出かけた際とかに入れておくこともできますので、1枚の布で多様な使い方があるからこそ、いろいろな場面でプラスチックの削減に貢献するというふうに考えております。それでは2つ目の前歯ブラシについてご説明します。これは分かりやすいと思うんですけれども、
旅先でホテルや旅館に行った時に、まあ、普段ですとそこに備え付けのアメニティとしてあるんですけど、それを1回だけ使ってしまうのはプラスチックも大変もったいないというふうに思うので、今日伊藤先生がお持ちだということなので、そのように自分のマイ歯ブラシを持っていくことによって、そういった無駄なプラスチックを生むことをなくせますし、また自分のマイ歯ブラシですといつも使っているものですから磨きやすいというメリットもあるかと思います。で、そうですね、マイ歯ブラシは基本的にプラスチックですので、そこもまた考えなければいけないんですけれども、最近はプラスチックでない歯ブラシも出てきているということですので、そのプラスチックでない歯ブラシも使うことでよりプラスチック対策につながるというふうに思います。最後に3つ目のテーピング包帯などですねについて説明します。これは私は普段絆創膏の代わりに使っております。絆創膏は主に貼る部分がプラスチックだと思います、ですのでこうはしまして、絆創膏は剥がれてしまってどっか行ってしまったりしますと難分解性ですので、ずっと残ってしまう恐れもあります。また絆創膏ですと怪我した際に大きな傷とかできてしまった際にかぶしきれない時もありますけど、テーピングや包帯などを使うことでどんな範囲でも覆うことができますし、また一般的に剥がれたり取れにくいというメリットもあるので、その点も使いやすいと思います。そして女の人ですとパンプスですとか、ヒール履くときに靴ずれ防止でばんそうこうを貼ることがあるかと思うんですけど、その際にもこの包帯やテーピングを用いてもらうことで、より環境にもプラスチックを発生させないという点も、また自分の足の守るという点も非常に役立つというふうに考えております。このようなことから、このこちら3つ、風呂敷、マイ歯ブラシ、テーピング、包帯などは三種の神器として私は良いというふうに考えました。はい、ありがとうございます。なんかすごいなるほどなっていうところがあったんですけど、先日なんか大雪降った時にテレビで速攻の滑り止めで絆創膏を靴の裏に貼ると滑りませんっていうのを聞いてちょっとゾッとしたんですけど、なんか街中に絆創膏落ちちゃうんじゃないかなと思って心配になったんですけど、なるほどね、絆創膏の代わりにテーピングを使うって発想は私にはなかったです。はい、ありがとうございます。ちなみに風呂敷って自分であれバッグにしたんですか？はい、おっしゃる通りです。結構簡単に作れるので、すごいです、ね、調べてもらうと本当に何通りもあるのでおすすめです。はい、ありがとうございます。今のお話聞いて、平尾室長いかがですか？衝撃的な風呂敷の結び方のうまさで、これより上手い風呂敷の結び方、風呂敷研究会の方に直でプレゼンいただいたことがあるんですけど、ごめんなさい、若い方がこんなに上手にっていうのはちょっと衝撃を受けて、ちょっと言葉が出るということ、ごめんなさい、すみません。あと、絆創膏の話、面白いなっていうふうに、私も思いました。2つあって、さっきの逆三種の神器の話で、これはどうしてもこれプラ以外じゃ無理じゃねえかって思ってるのは、私衛生用品だったり医療用品だったりしてまして、そういった中で、いや実はこんな応用があるよって、まあ、そりゃそうかっていうふうに聞いてでも思ったので、生き死せずに、まあ、ちょっと古風の余地、まあ、いろいろあるんだなっていうふうに思ってお伺いしたところです。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。山口さんいかがですか？はい、マイ歯ブラシについてちょっと思うことがあって、私高校時代アルバイトでですね、ホテルで清掃とかやったことがあるんですよ。その私の地元が結構観光業が盛んで、観光客がよく来るような地域だったんですけど、そのホテルの部屋の
清掃とか入るともちろんアメニティとして歯ブラシをお渡ししていて、でそれがまず入れ物っていうか包装からプラスチックじゃないですか。そういったものが洗面台の上に置いてあって、歯ブラシも使われた状態で置かれていて、あ、これ持って帰って再利用してくれたらなって思ったりようなすることは何回もあったんですよね。でその一方で歯ブラシが使われずに、その包装も開けられずに残っているような状態のものを見ると、伊藤先生のように、あ、ここのお客さんは自分で歯ブラシを持参して持ってきてくれたんだなっていうのが分かって、何さんでしたっけ、彼女は、あ、ソーダさん、ソーダさんのように、はい、ソーダさん、伊藤先生のように一人でも多くの人がそういうことを習慣づけてくださると、一人の力で全然社会なんて変わらないんじゃないかって思われる方も多いと思うんですけど、全然そんなことはなくて、その事業者とかが来てくれた人に渡す分っていう、そこの量とか大元の量っていうところが変わってくるので、そういう意識って本当に大切で、こういうふうに相田さんの意見をお聞きすることができて本当に嬉しいなっていうふうに思いました。ありがとうございました。はい、相田さんいかがですか、2人の意見聞いてみて。はい、宿泊施設側で働いていらっしゃったということで、そちらの方の意見としましても、こうそうですね、包装からプラスチックっていう点に私も今はっと気づかされまして、マイ歯ブラシ持っていくことで包装もですし、歯ブラシ本体もまた使わずに済むという点から有効なのかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私もこの前にちょっと青森出張してたんですけど、そのホテルはゴミ箱が1種類しかなくて、プラと燃えるゴミの分別してないんだけど、これ一緒に入れちゃったら掃除する人どうするのかなってすごい疑問だったんですけど、そのでどうしてるんですか。自治体によって違いますよね、そこのところは。実は私が、昨年まで大学進学に伴って上京したんですけど、それ以前住んでた地元ですね、そこも特に区別なくてよかったんですよ、回収方法が。なので平尾さん一番最初に言ってくださったと思うんですけど、自治体の努力義務になったっていう部分あったと思うんですけど、そういう感じでまだまだ緩いっていうか、大丈夫だよっていう自治体側がしてる地域もあるので、もしかしたら青森のところもそういう、そうだった可能性はありますね。はい、その辺あれですね、一人一人がこう考えながら自治体ともちゃんと話し合いながら何か変えていかないといけないなっていうことなのかなと思いました。はいはい、ソーダさん、なんかせっかくなので、プラスチックのことで聞いてみたいこととかありますか。そうですね、歯ブラシに関してではもう一つ物議を醸すような話題なんですけど、歯磨き粉は中にマイクロプラスチックが入っているとのことじゃないですか。で歯磨き粉もまた結構皆さんの必要なものになってくると思うんです、歯を磨く際に。これの代替品などは出てくるのかなというふうな疑問も思いました。はい、この点平尾室長いかがですかね。そうですね、マイクロプラ、意図的に添加するものとどうしても出てきちゃうものがあります。で意図的に添加するものはやめようっていうことにしていて、
ある程度の対応も進んでいるというふうに思います。入っているもの、どっちかというとそのファンデとか化粧品のところは代替が難しいっていうふうに聞いてて、そこまで規制できているところは各国ともなかったんじゃないかな。で、その技術革新なりが必要だというふうに思っていて、バイオ系のものをちょっと押したりもしていて、そこはもうちょっと技術の開発を見る必要があります。ただ圧倒的に多いのが、2次マイクロって言ってる、その非意図的に分解して出てきちゃう、物理的に分解して出てきちゃうものがあって、それ環境中への流出を止めるっていう全体的な視点がいるかなというふうに思ってます。ちょっと簡単な解決法がないんですけれども、いっぱいいっぱいやっていく必要があると思っています。はい、なんか消費者の方もどれが入っててどれが入ってないのかとかって分かるようになれば、だんだんこう選ぶ選択肢もあるので、そういうのがこうどんどん回っていけば、入ってる製品も減って、いい感じになるのかなっていうふうに思います。ソーダさん、今日時間ない中ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次の方に移りたいと思います。次の方は、キエロオフィシャル運営委員、循環したい主婦ということで、上野彩香さん、はい、上野さん聞こえますか？はい、こんにちは。はい、聞こえます。こんにちは。こんにちは。今日はどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんかいろいろな活動をされているようですけれども。そうなんです。はい、まず三種の神器ということで、活動を通した中でですね、はい、感じていることも含めて、はい、三種の神器を教えていただけますか？はい、ですね、育休中の主婦でなんですけども、育休に入ると同時にコロナ禍に入りまして、家庭ごみがね、街にあふれているのが気になって、子どもと公園行くついでにゴミ拾いとかしたり、家庭ごみをどう減らしていくかっていうことに向き合い始めたんですよ。で、その中で、できる限りね、先ほどおっしゃってたプラスチックの歯ブラシとかを竹と、馬の毛とかのね、ものを使ってみたり、歯磨き粉は私の場合は使ってなくて、旦那は逆に電動歯ブラシで、歯磨き粉も有名メーカーのものなんですけど、二極化してるんですけどね、家庭内で。洗剤も、洗濯洗剤は石鹸系を使ってるんですけど、旦那が回すときはいわゆるコマーシャルしているものを使ってたり、そういう家庭ではあります。それでキーワードとしてはですね、作る、作ろう、消すということで、画面共有ってさせていただいてもよろしいですか？画面共有はできるんですかね？はい、今、はい、見えますかね？はい、はい、見えてます。見えてますかね？はい、はい、作る、作ろう、消すっていうキーワードで、三種の神器ちゃうやんかっていう話なんですけど、キーワードからちょっと活かしていただきたいなと思います。で、最初はですね、私そのコロナ禍の育休中の活動の中で、じゃあ買ってゴミ出るんなら作ってみようっていうことで、庭にねオリーブの木がなってまして、キエロのそばにあるんで、ちょっと栄養吸収して大豊作やったんですけど、どうしてもこれが食べたいと思いまして、これを渋抜きをして自分で食べるっていうことをやってみました。あとはこの梅干しですね、今まで作ったことなかったんですけど、この年になってきて梅干しが美味しくなってきたんで、梅干しを作ってみるという、この器も、15年ぐらい前に梅酒を1回だけ作った時の一人暮らしの時にね、買ったものがそのまま残ってたんで有効利用しました。あとはこのカバンが入ってたケースをね、利用して、干し大根からね、たくあんを初めて作ってみるっていうのもやっていました。で、旦那がこういうの大体家に眠ってますよね、バーベルとかね、ダンベルかな、旦那がほぼ使ってないものを有効利用して作る、保存容器で作る、三種の神器は保存容器ですね、あるものを有効利用して作る、これはちょっとついでなんですけど、庭の横にドクダミが自生してたんで、それを切って吊るしてお茶を作ってみたりしました。はい、で、次は裁縫道具で作ろうっていう、2つ目の作ろうですね、
裁縫道具で繕うっていうことで、この子供が1歳と4歳で小さいので、どうしても穴が開いてくるんですよね。コットンのケットとラグとかだと穴が開いてくるんで、いつか使うだろうと思ってた布をかき集めて、こういうふうに穴を塞ぎました。私もそんな上手ではないんですけど、買ったばかりのミシンだとか、兄のが小学校から使ってた裁縫道具がまだうちにあるので、それで指抜きなどをね、使って子供のズボンの穴を直したりとか、そういうこともやってます。で、三つ目、消すなんですけど、キエーロで消すっていうことですね。これは、生ゴミを、うちもう 100% 出してないんですよ。全部この中で処理できているものになります。これはうちの家の棚板の余りで、旦那と DIY で、作って土置き型のものになります。こっから芽が、夏とかね、スイカ食べたら芽が出てきて、スイカがなったりとかするんですよ。まあこれはたまたま一個上手になって、またこれも甘くて美味しかったんですけど、こういうのもねすごく楽しいんですよね。でも楽しくなってきてしまってですね、今キエーロ運営委員ということで、考案者の方と、2週間に1回ミーティングをしたり、ゲストを呼んだりとかして活動させていただいてます。でこれは、その中でどうやったらみんな、ベランダでも使いやすくて手頃で可愛くて、やりたくなるものってなんやろなと思って、コンパネ2枚から私がデザインして設計して作ったキエールになります。コンパネ2枚でこのキエールが3つできるというものも考えてみたりしました。はい、ちょっと三種の神器はそういうところなんですけど、続けてちょっと流れで告知をさせていただきたいんですけど、キエーロの公式のインスタアカウントも、ちょっと運営にお手伝いさせていただいてますので、調べていただいて登録していただけたら、またご興味ありましたら参加してください。あと Facebook のキエーロというグループでも、情報を、流れていきますので、ぜひ見てみてください。でこのついでにのついでで申し訳ないんですけど、松本さんと語る会広める会というフェイスブックグループがありまして、その中で、この18日金曜日ですね、20時から、イベントがあります。リビングセンタージャパンという、ところの社長さん、あずのさんと、発案者の松本さんとの対談のイベントもあります。すいません長くなりましたが、いろいろ楽しんで、生活していこうという思いで、取り組ませていただいてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごい短い時間でコンパクトに説明していただきましてありがとうございます。スイカは食べ残したというか、はい、食べた後のこのペッて出した種、はい、種から勝手に出てきたんです。そうそう、そうなんですよ。すごいですね。あれスーパーで買った小玉スイカを種の周りにね、結構なんていうんですかね、種は普通に可燃ごみで捨てちゃえばいいんですけど、種の周りにも、汁がついてたりするじゃないですか。私キエロで種とかお肉の骨とか消えないよっていう説明をして、説明員としてもやってるんですけど、でも私は基本的に全部入れちゃって残ったら取り出すっていうやり方をしてて、なので種も全部入っちゃうんですよね。でそしたら種がつぶつぶつぶって発芽していく様子とかも4日5日後に見れたりとかして、それがまた可愛くて愛おしい瞬間を体験できるんでいいんですよ。はい、実は私今農業を手伝ってるんですけど、種と雑草の区別が意外と最初難しいんですけど、そうですね、いろんなものも生えてくるんですか、はい、経路から。そうですね、他にはかぼちゃがよく芽が出ます。ウリ系と、トマトは割と完熟じゃない堆肥でも発芽しやすい傾向にあるので、その2種類は割と出てきますね。はい、ありがとうございます。今物というよりは考え方っていうことで、作る、作ろう、それから、もう一つは消すですか、経路の消す、はい、という3つの考え方、をやるといいんじゃないかというご提案でしたけど、はい、いかがですか、有田さん、お話聞いてみて。はい、
こんなことも自分でできてしまうんだとすごく衝撃を受けて楽しく聞かせていただきました。ありがとうございます。作る作ろう消すもすごく語呂も良くて心に残りやすい標語だなというふうに感じて、その行動様式としても3つ軸となるものを持っていらっしゃるとすごく何でしょう、全て楽しんでやってらっしゃるんだなというのも感じましたし、心的にも生活がすごくおしゃれで豊かになっていらっしゃるんだなというのをすごく感じました。はい、ありがとうございます。私もなんかすごいなって本当感心しましたけどね。いやいや、山口さんいかがですか。はい、キエロからスイカの芽が出てきてスイカまで収穫できたっていうのは究極のアップサイクルだなって思って聞いてました。今この会場ではなんかアップサイクルギャラリーっていうアップサイクル品を展示している場所がありまして、そこでいろいろな例えば競走馬 のゼッケンだったりとか試食段階で出たお米を発酵させて作ったアルコールでまたそれをウェットティッシュにしたりっていう製品を見てきて、アップサイクルのさまざまな可能性を感じてたんですけど、またその個人の生活の中でもそうやって、ね、最初スーパーで買ったそのお金でまたスイカが食べられてしまうっていうすごくアップサイクル上手なお話だなって思って感心して聞いてました。ありがとうございました。ありがとうございます。ゼロ円スイカです。ゼロ円スイカ、ゼロ円スイカです見習いたいですね競走馬のゼッケンもすごい気になりますけどね。あ、ぜひ下に飾ってあるので見てみてください。はい。平尾室長いかがですか、今のお話聞いて。いや、電動走ってる感じ、ちょっと驚いたっていうのと、そこまで行くとって、ご本人はそこまで行ってるつもりがないと思うんですよね。楽しんでやってるっていうことになってて、そういうその楽しんでできるっていう境地になるといろんなところだから、そのプラだけじゃなくって、こういうこともできる、こういうこともできるってどんどん目について、自分でチャレンジしていけるようになるんだなっていうふうに思いますし、突き詰めていくと、その私たちの豊かさって何なのかっていうところまで再現されてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ごめんなさい、画面の映り込みが目に入って、そのオリーブの木が素敵だなと思って、これから収穫そうなんですよ、この子です。いや、本当に羨ましいっていうか、こういうのが豊かな暮らしなんじゃないかっていうふうにみんなが思えていくようになるんじゃないかなというふうに思うので、そのままやってほしいなというふうにも思いますし、まあ、そういったところのヒントをどういうふうに汲み取れるかっていうのも我々っていうか課題になってくるかなというふうに思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。我が家の周りもドクダミいっぱい生えてくるんで、ちょっと今度干してみようかなって思いました。はい、今日は本当に6月に、はいはい、あ、すいません、ドクダミの話。どうぞ。はい、6月に花が咲く前に収穫して、で2週間ぐらい雨が当たらないところで干して、でちょっと軽く鉄の鍋でいった方が美味しいです。なるほど、はい、やってみたいと思いますありがとうございます。今日お忙しいところ、本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ失礼します。それでは次の方で、次は大学生の方です。慶応技術大学の鈴木桃香さん。鈴木さん聞こえますか。はい、聞こえております。こんにちは。3年生の鈴木桃香と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私は海の生き物が大好きで、最近結構話題になっております、プラスチックによる海洋汚染を含めた、そういう海洋汚染などの諸問題について小さい子どもや一般の方に教える海洋教育のボランティアなどをしております。その中で結構プラスチック問題については興味があるのですが、今日このイベントで紹介する、三種の神器は、まず一つ目が、
自然素材の服で、2つ目がマイボトルや水筒で、3つ目が紙袋とさせていただきました。なので一食十として考えてみました。まず1つ目の衣類に関してなんですけれども、自然素材の服を選んだ理由としては、私は最近そのボランティア活動をする中でお勉強もしなくてはと思って、結構プラスチックに関する本なども読んでいるんですけれども、マイクロプラスチックという5ミリメートル以下の微細なプラスチックについてが、それが海にかなりたくさん漂っているっていう事実を知りまして、その中でも特に洗濯をするときに出てしまうプラスチック製の、洋服もプラスチック製のものが多いんですけど、化学繊維などで作られたものに関しては洗濯で出る糸くずなども、それもプラスチックとして海に流れてしまうということなので、私はなるべく、結構たくさんの家庭が洗濯をして、たくさんの排水が海に流れているので、その中に出てしまう糸くずっていうのを減らしたいなと思い、なるべくプラスチック製の服はこれからは買わないようにして、綿とかでできた自然素材の服に変えていこうかなというふうに今思っております。で、2つ目の食や、飲食に関してなんですけれども、水筒ということで結構ありきたりとなってしまったんですが、私は最近ではプラスチックのペットボトル、結構代表なんですけれども、ペットボトルはあまり使わない、買わないようにしておりまして、でその理由としては、ペットボトルは逆三種の神器にも出ていたんですけれども、結構便利で飲み物を買うときには付き物になってしまっているんですが、さらにリサイクルとかも結構されているにはいるのですが、リサイクル率が高いけれども、リサイクルをするときに結構エネルギーが必要ですし、その回数とかにも限度があるっていうことを最近知ったので、なるべく買わない、ゴミにしないようには気をつけております。で最後の銃に関して、家の中で使うものなんですけれども、紙袋とさせていただいたのは、私の家では、レジ袋の有料化に伴って、やはりエコバッグなどを活用して、レジ袋はお店とかではもらわないようにしているんですけれども、そこで一つ問題が起こりまして、普段はその有料化する前はレジ袋をゴミ袋の代わりとしていろんな部屋で使っていたんですけれども、それが使えないとなったので、紙袋を代わりに、紙袋は結構、規制とかもされてないので手に入りやすいということで、ゴミ袋として使っております。また紙袋に関しては、そういうふうな再利用だけではなくて、最近ではお菓子のパッケージなどにも使われておりまして、商品のパッケージとしてプラスチックの代替としてかなり価値が高いんじゃないかと思い、三種の神器に加えてみました。以上です。ありがとうございます。すごい勉強されてるなっていうのはよく分かって、海洋の中の、マイクロプラスチックの研究を私も今してるんですけれども、場所にもよるんですけど、繊維がやはり圧倒的に多いんですね。で場所によると 70% 以上繊維っていうところもあって、特に大都市の近くだとその細かい繊維がすごい増えてくるっていうことで、多分洗濯由来のフリースとかそういうものから出てくるものが多いっていうのが今研究でもだんだん明らかになっているので、そういう意味ではなるべく自然素材の服を着るっていうのは大事かなって思います。で今日私着てるのほぼ自然素材なんですけど、上着は父の形見のコートを着てるんですけど、その内側はやっぱりキュプラっていうやつで合成繊維なので、多分あれプラスチック入ってるんですけど、なかなか全部100% まで自然素材までは、いけないんですけど、少しでもできればなと思って私もやってます。はい、ありがとうございます。今のお話聞いていかがでしょう。山口さんいかがですか。はい、一つ気になったのは、鈴木さんのお宅ではもうプラスチックフリーみたいな形で生活されているんでしょうか。いえいえ、まだまだなんですけど、部屋着とかもまだフリース素材で
これからこうしていきたいという理想としてちょっと言ってみただけなんですけど、うん、はい、これからプラスチックフリーを目指したいと思います、なるべく、はい、ゴミ袋が紙袋になっているっていうところはかなり進んでいるんじゃないかなっていうふうに思って、なかなかそこを紙って、まあ、水が漏れる心配もありますし、そこを変えるのには勇気がいったかなっていうふうに思ったんですけど、すんなりと紙に変えられましたか？そうですね、やはり濡れたゴミとかは水分含んだものとかはビニールに入れてしまうこともあるんですけれども、まあ、なるべく生ゴミとかにの生ゴミ用のゴミ袋以外は紙袋にするっていう形で、まあ、用途に分けて実践しております。なるほど、そうなんですね。それはもうすごく挙げられた3つ全ての鈴木さんがその衣食住の中で考えて挙げられた三種の神器だと思いますので、大切にしてほしいと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。有田さんいかがですか？衣食住というすごく生活に根ざしている中ですごく勉強になる視点だなと思って聞かせていただいていました。私もその初めて洗濯機で洗うだけでマイクロプラスチックが出てしまうっていうのを聞いた時はすごく衝撃を受けたんですけれども、なんでしょう、自然素材のものを買っていく中で着心地であったり、まあ、あと変な話値段であったりとか買う場所であったりとか何かこう感じていらっしゃることとかありますか？そうですね、まだ私はあんまり普段服を買わないのでまだまだ家にフリース素材とか結構たくさんあってこれから代替していきたいって思ってるんですけど、確かに買うところとか もそもそも売られている量が自然素材のものって少ないと思いますし、あと T シャツとか一つとってもやはり化学繊維のものの方が例えばオーガニックコットン製のものよりすごく安いので、そういう意味ではやはり、まあ、自分がそれを自然素材を選びたいとなったら高いものでも少ない量を買って、でその少ないものをずっと長い時間長い期間使い回していけたらいいなと思っております。そうですよね、本当に私たちがそういう選択をしていくことでどんどん生産量も増えていって値段も下がっていってっていう未来を作っていけたらいいなと感じました。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、ゴミ袋、私も研究室のゴミ袋を紙に変えたんですけど、なんですよ、それを燃やしちゃっていいのかなってすごい今も悩んでて、まあ、なんかそれも容器として使ってなるべく、まあ、ゴミを出さないというのがまあ一番ですけど、ゴミ出たらそれを容器として、みんなが集めるゴミ袋のところまで持ってって紙袋はまた持って帰ってくるってことで、なるべく使い回そうかなと思ってるんですけど、まあそういう努力をしても一番困ってるのは実は水切りネットなんですね。流しの水切りネット、なんか代替品ってあるんですかね？あれすごい困りますよね。困りますよね、あれね。あれ絶対プラスチックなので、はい、なんかもう今のところ解決策なしで、仕方なく使ってますけど、ないですか、なんか有田さんとか知らないですか、そういうの？そうですね、あれ網とかにしておいて、ちょっとだいぶ気持ち的にはあれですけど、終わった後にいちいち捨てるとかしか思い浮かばないんですね。いや、そうですね、コンポスターをちゃんと設置しておいてコンポストにしてあげるっていうのはまあ前提だと思うんですけど ね、それでもなんとなくこうずっと使うものじゃないんだけど水切りネットはプラスチック製っていうのはちょっとまだ解決策は私ないところですけど、はい、水回りやっぱりプラスチック重宝しますもんね。平尾室長、何かいい解決策ありますか？思いつかないっていうのが残念ながらそういうところはいっぱいあると思うんですね。で、その洗濯くずを取るために、洗濯ネットをその洗濯機に、まあ、より細かいメッシュのものも
くてっていうのもありますけども、それもまたプラスチックだったりするので、やっぱりどうしても使うっていうところはあるんだと思いますね。で、素材を変えるっていう時に、さっき紙をそのまま使い捨てていいのかモヤモヤっていう話もあったと思うんですけれども、で、話の中で、コットのものに触れていただく中で、オーガニックっておっしゃったと思うんですけども、最初 の伊藤先生の話にも通じると思いますが、やっぱこう全体を見た視点というのはやっぱりいるのかなというふうに思いまして、コットンの作り方も水を集奪的に使うような場面もあったりするので、お話をお聞きしてものすごく勉強して詳しいので、そういう中で、全体的に見て、どういった選択がいいのか、天然素材も天然素材で表面上言ってるものだけでいいやっていうことじゃなくって、より深いところで素材を選んでいく、付き合い方を変えていくということが必要になっていくのかというふうに思いますし、そういった中で、ちょっと解決策がないっていう水切りネットとかそういったものは、プラスチックを使っていくっていうのは、ある程度場合分けっていうか区別をした対応っていうのはいるのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。今のお話聞いていかがですか、鈴木さん。はい、すごく勉強になりました。やはりその水切りネットですとか、上野さんからのチャットで消えろであれば水ごといきますよっていうふうにあるんですけど、何かしらその解決策を提示していくことも大事だと思いますし、まだまだ普及されていない解決策とか、そもそも解決策がない問題についても、なんか今のところある限界っていうところに着目していって、それを解決していったり自分で何か工夫してみたりっていう、そういう部分がこれから大事になっていくのかなというふうに思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。せっかくなんで、何かプラスチックのことで聞きたいとか、もう海の生物のためにこれ絶対やってくれとか要望があれば、ぜひお聞かせ願いたいですけど。そうですね、海についてはやはり私たちの生活排水が流れているっていうことを私は日頃意識するようにしておりまして、自分が出した排水で、はい、その中でイルカやクジラが泳いでいるところを想像してしながら、髪を洗ったり体洗ったり洗濯したりっていうことを、ちょっと無茶な想像なんですけどしておりまして、その具体的に今はプラスチックが海洋生物に悪影響を及ぼすっていうような、データは出ているところはあるんですけれども、完全にそれが証明されていない部分があると思うんですが、その点に関して本当に悪影響があるのかどうかっていうところと、もしそうである場合、その可能性がある場合に私たちができることについて、伊藤先生方にお聞きしたいです。はい、ありがとうございます。すいません、振ったら自分に返ってきちゃったみたいなんで、ちょっと自殺行為だったなと思うんですけれども実はですね、マイクロプラスチック、細かくなってしまったプラスチックの挙動は今の科学では分かってないことの方が多いです、残念ながら。はい、で観測手法が、なかなか、難しいっていうことがあって、いろんな点で観測を簡単にできないんですね。マイクロプラスチックはやっぱり濃度が低いので、一つの点で1000リットルとか、なんかすごい量の水を取らないと定量的な分析ができないので、まだ分かっていないところがあります。で、一つ確かなことは、人間が出してしまったマイクロプラスチック、かなり海に、プラスチック自身が海に流れてるんですけれども、その大きいプラスチックの量と分解されて細かくなったプラスチックの量のバランスが取れてない、つまり細かくなったものがどっかに行っちゃってるんですね。で、軽いから浮いてるはずなんですけど表面にはないので、一つは動物プランクトンとかが食べて糞の中に入れて海底まで落としてるとか、何か生物が付着して重たくなって落ちてるとか、そういう仕組みが働いてるはずなんですけど、その仕組みが未だにわからないところです。で、いろんな実験をやってる人もいるんですが、
自然と同じぐらいの濃度でプラスチックを与えて悪影響が出るっていうのは、動物プランクトンと貝類だけだと思います。あとの生物はダイレクトにはそれほど影響はないんですが、私たち今一番心配しているのは2つありまして、1つはプラスチックにくっついている有害物質。プラスチックは油と結構相性がいいので、汚染物質をくっつけやすいんですね。それが一緒に来たのを食べてしまって生物に蓄積されて生物害を受けているのではないかというのが1点目。2つ目は、ちょうどマイクロプラスチックの大きさが動物プランクトンが食べている餌と同じ大きさなんです。なので動物プランクトンがマイクロプラスチックを誤食、誤って食べていて太れてないんじゃないか。そうすると痩せてる動物プランクトンばっかりになると、それを食べてる魚も痩せますし、小魚を食べているクジラとかイルカも栄養が取れなくなるということで、海の生態系がそういうところから壊れてるんではないかなっていうのを今、危惧してます。ただ残念ながらまだ科学が追いついてなくてわからないところなので、とにかく今はプラスチックを海に流さないでほしいっていうのが、海洋学者から のお願いですね、はい、という回答でもよろしいでしょうか。本当にありがとうございます。今すごく知りたかった問題が本とかにも書いてなかったのですごく勉強になりました。本当にありがとうございます。確かに影響があるかどうかっていうところが分かっていない時点でも、やはりその可能性が少しでもあるならば、そして今影響を受けている生き物が貝類とかすごく微細な生物ということで、海の生態系の根幹を揺るがす事態なんだなっていうことが今実感できたので、これからアクションしていくことにすごい意義があるなっていうふうに思いました。ありがとうございます。はい、今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、次の方は、一般社団法人知恵の輪代表理事の福田知恵子さんになります。福田さん聞こえますか。ありがとうございます。それでは早速ですね、どのような三種の神器がプラスチックを減らすのに必要かということで、福田さんのお考えお聞かせ願えますか。はい、プラスチックを減らすのにというところに直接こう関わっているかというところがちょっとあれなんですけども、私はちょっと3つこれ反転しちゃいますかね、読みます、はい、1つ目が心のゆとり、2つ目が時間のゆとり、3つ目が荷物のゆとりっていう少しこう感情の部分なんですけども、この3つがこう三種の神器かなというふうに思っております。そもそも私一般社団法人知恵の輪というのが観光課題をソフトからアプローチしようとしている会社でして、ハードの整備、バスの混雑とかをこう直すのではなく、人間のこの行動の形、在り方、姿勢態度で変えていこうっていうような、団体なので、今回もちょっとそういった形でこう3つ、心、時間、荷物のゆとりというところでお答えさせていただければと思っております。はい、まず心のゆとりなんですけど、これないとすぐ物を壊しちゃうかなと思うんですよね。心にゆとりがあった、例えばこうスマホとかも怒ってこう投げたら割れちゃうわけですよね。そんなことする人はあまりないと思うんですけど、もう洋服とかもそうですし、パソコンとか、全て身の回りにあるものをこう優しく、心にゆとりがあるから丁寧に扱えて、大切にできると、そうすると長く使えるかなと。こうどんなにこう環境にいいものでも、何ですかね、激しく使ったりとか、こう心にゆとりがなくてあまり気づかずに、ぶつけてしまうとか、そういうことがあるとやっぱりこう長くは続いていかない、もったいないかなと思うので、まずこう心にゆとりを持つことっていうのはすごく重要になってくるのかなと思っています。あとそれと似てくるんですけど、時間のゆとり、これは
例えば私ちょっと時間がなくてさっきタクシーで帰ってきちゃったんですけど、例えばタクシーで帰るよりもバスで帰った方がいいし、バスよりももし時間があるんだったら歩いて帰った方が自分の体にとってもいいし、そういうふうなところで時間に余裕がないとまたバタバタ心のゆとりにもつながってくるんですけども、いろあらゆるところにこう関係してくるのかなというふうに思ってます。最後これ一番重要かなと思ってるのが荷物のゆとりでして、例えばこうマイバッグを持っててもそこがもうパンパンだったら、あ、今トイレットペーパー足りなかったんだと思ってもこう買った時に紙袋をもらわないといけなくなる。常にこう荷物にちょっとゆとりがあるとこう、あ、持ってあげるよっていうことも言いやすいですし、その何か追加で容器を買わなくて済むスカスカな方がこう、例えば この時期って暖かくなったり寒くなったりとかってすごく温度の気温の変化が激しいと思うんですけど、そういう時にこうリュックの中にこう入れられたりするとですね、忘れて帰ることがなくなると。忘れて帰るとまたいろんな、まあ、新しく買い替えたりとか取りに行ったりとかしないといけなくなるので、まあ、そういったこう荷物を少なくしてそこでこうゆとりを持っておくことっていうのがすごく重要なんじゃないかなと。そういうふうなゆとりがあることによってこういろんなことに対応できていける、それがこう持続可能な観光、あ、持続可能なプラスチック、すみません、持続可能なこう環境づくり、プラスチックを減らすことにもつながってくるんじゃないかなと思っております。どうでしょうか。はい、ありがとうございます。ゆとりということで3つ、心と時間と荷物のゆとりっていうことですが、すごい自分を見て、ものすごく反省を今しています。やっぱり急いでるとなんかこう無駄なエネルギーを使ってしまうなっていうのがあって、今日私東京から京都まで来たんですけど、ここに間に合うように朝、まあ、早く出てきたんですが、途中間に合わない、どうしても間に合わないのでレンタカー使っちゃってるんですね。でレンタカー使うと実はあれタイヤもプラスチックいっぱい出ちゃうので、走ると絶対歩いてきた方が確実にいいんですけれども、まあ、今日ちょっとゆとりがなくてレンタカーを使ってしまったということで、今お話を聞いていて非常に反省をしたところです。お話聞いてみていかがでしょう。有田さんいかがですか。はい、私も実はすごく似たような最初の神器を自分でも掲げていたので、すごく共感できて、すごく本当に共感できて嬉しいですっていうところがまず一番なんですけど、確かに本当に時間の余裕がないと朝起きて水筒に水を入れるのも精一杯のような時間に私は起きてしまっているので、時間の余裕、心の ゆとり、そして本当に勉強とか仕事とかにこう追われて生きているとプラスチック問題とか考える余裕もないと思うので、本当にゆとりを持つことから全てが始まるなというのを実感しました。ありがとうございました。山口さんいかがですか。はい、私も以前から有田さんの三種の神器を聞いていたので、なんていうんですかね、同じだなってその文字だけ見たら思ったんですけど、中身聞いてみてその捉え方が違うんですよね、有田さんと。時間の部分どうやって考えてましたっけ。紹介してもらってもいいですか。ちょっと違いましたよね、時間のゆとりの部分の。私の時間、うん、私は今それ朝起きられないって言ったんですけど、それこそ朝起きないと水筒に水を詰める時間もなく、自動販売機でポチッと押す方が圧倒的に早いとか思ってしまったりとか、そういう時間のゆとりもそうですし、でも心のゆとりのところでも私も忍耐力っていうのを掲げていたんですけど、物を大切に使うっておっしゃっててすごくそうだなと感じて、私はそのなかなか効果が出ないことであったりとか、なかなか目に見える効果がなくても耐えられる忍耐力っていうところで心を捉えていたので、確かにすごくゆとりって大事だなと思いました。そうですね、ゆとりっていうところが効率とかと直結してくるのかなっていうふうに私は思ってるんですけど、よく街の中とかで見かける分かりやすい値段で商品を売ってくれるお店あるじゃないですか。
すごく便利でしかもおしゃれでっていうことで結構メディアとかにも取り上げられていて、おしゃれな人の生活の中に取り入れられてるよなんて雑誌が、記事書いたりするとそれがまたすごい売れるわけですよね。けどそういう日々新商品生まれてますけど、便利なのはいいんですけど、ああまたプラスチックの新商品が出ちゃったななんていうふうに私は思ってしまうんですよね。そういうところでそのゆとりっていう考え方がもう少し広まっていくと、便利なものも大事ですけど昔からあるこういう、自然由来天然素材を使ったものも使っていこうよっていうふうに思いました。改めて、はい、ありがとうございました。平尾室長いかがでしょうか。すごく本質的な議論になってて驚いてるって言ったら失礼なんですけど、ちょっと感動してるというかいう感じで、効率を極限まで突き詰めてたその外部性というか犠牲っていうところで環境負荷が表面化してるっていう面がやっぱりあるんだというふうに思います。で素材の使い方にも負荷がかかって、さっきマイボトル詰めるより自販機ポチってやった方がっていう話ありましたけども、その通りだと思うんですよね。で前歯ブラシの話もありましたけれども、一回買って、持ち歩けばいいだけなはずなのに、さっき荷物のゆとりっていう話ありましたけども、そのトラベルの時の荷物のゆとりがないっていう、その意味での効率ですねを重視してやっていくと、やっぱり違ったところに負荷がかかるっていう風になってて、でさっき伊藤先生がおっしゃってたいろんなその外部性っていうか海洋線の共同とか考えていくと、これってトータルで見たら効率いいんだっけっていう風なところにやっぱりなっていくというふうに思ってて、そういう意味でゆとりっておっしゃったのはすごく本質的なんじゃないかなというふうに思います。さっき上野さんがこんなチャレンジをしてて楽しくてっていうのも、私すげえ伝道師みたいと申し上げましたけど、それやっぱりゆとりが感じられるからなんじゃないかなというふうにも思いまして、なんかこれまでの暮らし方を変えていくっていうところの一つのキーワードなのかなと思って伺っておりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私もなんかゆとり大事だなって本当に思いましたけど、何でしょう、大きな目でのゆとりっていうのが本当の意味での地球っていうのを考えた時の本当に一番いい効率に多分結びつくんだろうなと思って、なんかそういう心のゆとりを自分でちゃんと持たないといけないなってお話聞いて思いました。逆に福田さんの方から何かお聞きしたいこととかありますか。そうですね、2つ、まず1つだけうち今観光やってるんですけど、観光ってその普通の生活、仕事をしている生活の中から、旅行として行くわけですよね。そうするとこう効率から解放される世界だと思ってます。観光旅行旅ってこう効率を求めていく場所ではないと、そのプロセスを楽しむ場所だからこそこう効率っていうところから解放される。なのでそのマイボトルであったり歯ブラシだとかそういったことってこう普段だともう合理的に動いていかないというふうにあるんだと思うんですけど、こう旅行観光旅の中ではそこってこうもっとこう環境についても考えていける、その余地ゆとりっていうのを作っていけるんじゃないかなというふうには思っていて、うちツーリストシップっていう言葉を普及しておりまして、スポーツマンシップの観光版、ツーリストがこうあるべきじゃないかっていうツーリストシップっていうのを広めてまして、そのマイボトルとか箸とか何ですかね、こうアメニティとかもこうどう扱っていくかって、こうツーリストシップある人とない人の感でどうだろうっていうこともうちワークとかでいろいろやってたりするんですけど、ぜひなんかそんなこともなんか考えていただけたらありがたいなと思っています。で質問なんですけど、ちょっとこれは ふざけてるわけではないんですけど、ちょっとすごい私素朴な疑問がありまして、私ガムを結構集中するときに噛むのが好きで、チューイングガム
もうさあのでっかいのたくさん家にありまして、夜深夜でこう企画書とか作るときすごい噛んでやるんですけど、プラスチックじゃないですかガムって、あれって本当は良くないのかなとかって思いつつ、東南アジアの方とかに行く旅行で行ったりすると木の実みたいな、名前忘れちゃいましたけど噛んでるじゃないですか海の上で、でもう噛み終わったらポイって海に捨てたらいいんだよとかっていう、あったかくなるガムみたいなものがあるんですけど、こう代替品はあるのかというのと、ガムはいいんだろうかっていうことをちょっとお聞きできたらいいなと思っています。はい、すいません、これも平尾室長お答えいただけますか。そうですね、ガムもプラじゃんかって言われたらそりゃそうかなっていうところあって、でその代替品を作ろうっていう動きもあるみたいで、生分解なものにチャレンジしようとかいうような話もあるみたいです。まあ、歯の健康のために噛むっていうこともあるんだというふうに思います。そもそも、ガムをペッてやるのはちょっと もともと衛生的にいかがかっていうところもあるので、それをまあ なんでしょうね、ガムを流出させるのは論外だというふうには思いますけれども、まあ、そういった中でも対応を取っていくっていうのは必要なんだというふうに思いますし、まあ、話伺ってると、途上国の話ありましたけども、やっぱり なんでしょうね、こうっていうものにかける廃棄物処理がしっかりしてないところは、やっぱりそのガムも含めて環境中への流出のその下体のリスクというか、まあ、そのが大きいっていうことなんだというふうに思います。私ナルビから帰ってきたばっかりで、まあ、ケニアの方も頑張ってますけども、やっぱどうしても追いついてないというところもあるので、そういったところでその便利で安価で分解しにくい素材っていうのがどういった挙動するのか僕は見りゃ分かるので、そういったところの捉え方、できるだけ出さないようにするっていうことはやっぱり必要なんだろうなというふうに思います。すいません、ごめんなさい。ありがとうございます。あまり眠気覚ましとかでもう噛まない方がいいんですかね。いや必要なものは使っていただいたと思いますし、何でしょうね、その辺にペッペッとやるはずもないので、それは大丈夫なんだというふうに思いますが、違ったやり方もあるのかもしれませんけども、多分ご懸念されてる、その何でしょうね、環境中に出て、これがいろんなところに行ってっていうようなことがないようにっていう最低限のところは大丈夫なんじゃないかなというふうに思いますので、なんつうんでしょう、なかなか普通まではいませんけれども、途上国で、すぐ環境中に出てしまうっていう環境とはちょっと違うのかなというふうには思います。なんかそのしっかりちゃんと廃棄すれば問題はない。スルメイカとかどうですかね、途上国のそのあ途上国か分かりないですね、東南アジアの方になかったらぜひスルメイカを進めてあげたりしたら、多分作るのとかも簡単だと思うので、ちょっと今思った次第です。はい、干し昆布がおすすめです。あ、干し昆布の方ですか、はい、そっちの方が作りやすいかもしれないですね、はい。ちなみにガムが多分消えろで消えれば大丈夫なんじゃないですかね。それが自然素材かどうかっていうところがやっぱり問題なんじゃないかと思います。はい、あ、本当に今日どうもありがとうございました。福田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは次の方に移りたいと思います。次の方は、また慶応義塾大学なんですけれども、伊藤聡さん、伊藤さん聞こえますか。はい、聞こえます。こんにちは。こんにちは、慶応義塾大学4年の、伊藤と申します。よろしくお願いします。それでは早速ですけれども、伊藤さんの考えられる、三種の神器教えていただけますか。はい、僕が考えた、プラ対策の三種の神器なんですけど、見えますかね。これ、まあ、歯ブラシって今日何回か出てきたと思うんですけど、その中でも竹歯ブラシと、木製ナンバーレスカードと、あと、エコスマホケースの3つです。
この3つなんですけど、僕はあの今その結構日用品でかつ、まあ、エコな素材で、まあ、代用できそうなものっていう3つで選びました。で、まず、竹歯ブラシからについて、なんで竹歯ブラシを選んだのかっていう、まあ、なんで竹なのかってここから説明していきたいと思うんですけど、まあまあ、プラスチック製歯ブラシの、まあ、1年間の廃棄量は36億本って、言われているようで、まあ、ほとんどがリサイクルできるすごいプラスチック問題に大きな影響を及ぼしていると、言われています。で、ここで、持ち手を竹製にした、竹歯ブラシが、いいと思うんですけど、それは、竹が、とても成長が早くて、まあ、数年で成木となるので、他の木製の歯ブラシと比較して極めて、まあ、生産効率に優れているっていう点と、あと竹にはすごい抗菌作用があって衛生面に優れているっていう、この2点から、まあ、プラスチック製の、歯ブラシに比べて生産コストや性能で、まあ、劣らずで、僕調べてみたんですけど、値段も、まあ、200円前後と、まあ、プラ対策のための代用品として最も、まあ、適しているのかなと思いました。で、次の、木製ナンバーレスカード、このナンバーレスカードっていうのは、最近、登場し始めたクレジットカードなんですけど、カード番号が全く記載されていないクレジットカードのことなんですけど、で、まず日本国内で、まあ、クレジットカード自体の発行枚数が 1年で、3億枚弱、あるらしく、で、まあ、ほとんどがプラスチック製ということなんですけど、まあ、近年、まあ、カードの紛失とかが原因で、まあ、カードの不正利用被害を減らすために、まあ、カード番号などの印字が全くされてないナンバーレスカードが登場し始めた、ようで、また決済端末を、IC 化させることが、まあ、2020年ぐらいに義務付けられたと思うんですけど、その IC チップに、対応していない決済端末がほとんどなくなったので、黒の、これ、すいません、僕の、すいません、クレジットのこの黒のストライプのこの部分がもう、いらないく、まあ、なって、いらなくなってくるのかなと。まあ、で、必要なのは本当にこの金色の IC チップだけになってくるのかなと思います。まあ、なので今後はカードにこのカード番号の印字と、磁気ストライプの加工が必要なくなるので、カード自体の素材がプラスチックじゃなくて、まあ、木製のカードで代用可能かなっていうことで、今回木製のナンバーレスカードという提案をさせていただきました。で、まあ、これを代用していくことで、まあ、プラスチックカードのゴミはもちろんなんですけど、まあ、生産自体を大きく減らせるので、まあ、すごく効果的なんじゃないかなって思います。まあ、実際にロンドンではなんか2021年から、まあ、世界初の木製のデビットカードが開発されているようです。で、すいません、3つ目なんですけど、エコスマホケースで、まあ、年間なんか6万個以上捨てられているらしいんですけど、まあ最近環境に優しい素材を使ったスマホケースが登場しているようで、まあ小麦とか竹とか生分解性プラスチックとか、ペットボトルとかを、様々な素材が利用されているようで、値段もなんか1000円から3000円台とプラスチック製のものと、まあ、そんなに変わらないのかなって思いました。で、まあ、スマホが普及した現代だと、まあ、私たちにとって、まあ、最も簡単にできるプラ対策のこれ一つなんじゃないかなって思ってエコスマホケースを提案させていただきました。なんで、すいません、まあ、最後に僕なんですけど、この3つの3種の神器を提案させていただきました。すいません、僕からは以上になります。はい、ありがとうございます。すごい興味深いラインナップで勉強になりました、私は。はい、ありがとうございます。山口さん、いかがですか、お聞きになって。はい、そうですね、すごく素敵な、はい、うん、面白い三種の神器だなっていうふうに思いました。ナンバーレスカードのところ、今お財布携帯とかでもうスマートフォンピッてやるだけでどこでも突破できるような時代になりつつありますけど、まだまだそのカードの発行枚数多いっていうことでしたし、クレジットカードだけじゃなくて他の、なんて言うんですかね、ポイントカードとか、あとは IC カード
とかも、まあ、プラスチックが利用されているのが多いと思うので、そういうところも竹製になっていったらそれこそ時代が変わるなというふうに考えさせられました。ありがとうございました。はい、平尾室長いかがですか。ありがとうございます。えらい具体的で、そのまま起業できそうだなと思ってぜひビジネスしてくださいと思ってお聞きしました。そう、着眼点さすがだなというふうに思いますし、いやごめんなさい、決してそういうつもりで言ったんじゃ なかったら大変申し訳ないですけど、そういう何でしょうね、こういう、まあ正気っていうとあれですけど、まあ、チャンスを捉えて、素材をこういうんだったらもう実現できるんじゃないのって、いや なんで具体的かって思ったかっていうと、そのお金のことをかなりお調べになってて、これくらいだったらできるんじゃないかっていうことがついてたので、ふむふむと思ってお伺いしたんですけど、そういう ビジネスの種になることがいっぱいあるんだというふうに思っているので、そういったところにどんどん進んでいっていくと、世の中の回転の速度が速くなるんじゃないかなと思って、すごく期待してお聞きしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。逆に伊藤さんの方から何か聞きたいことはありますか。先生、先ほどの山口さんの、ポイントカードとか、僕はクレジットのことしかちょっと視野がなかったので、ポイントカードも確かに木製にできるのかとか、あと平尾環境室長のそのビジネスの種っていう視点を僕はすいません特にそういう意識はなかったんですけど、確かにそういう視点もこれから持っていけたらいいなって思いました。ありがとうございます。はい、有田さん何かちょっと言いたそうな感じ。言いたそうというわけではないんですけど私もそのエコスマホケース、私も以前スマホを半年ぐらい前に買えた時にすごく調べて、結局合うサイズがなかったので買えなかったんですけれども、なんか土に帰りますみたいなスマホケースあるじゃないですか。すごく元が石油ではないだけ、そこでもう CO2 削減であったり環境に優しいなとは思っているんですが、でもスマホケース使わなくなったから土に埋めようとは思わないと思うんですね。そうなった時にその成分解析であったりとか、そういうものも結局普通ゴミに捨ててしまったら燃やされるわけですし、そういう廃棄の場面でどんな風にメリットがあるのかなというところをお教えいただければなというふうに思いました。はい、これは平尾さんですかね。平尾さんですか生分解のものと植物由来のものと、バイオプラって さっきもペロッと喋ったかもしれないんですけども、全然違うものなので、英語だと全然違う、バイオベーストプラスチックとバイオディグレイダブルプラスチックということなので全然違うというのがよりあらわになると思うんですけども、なので生分解かそうじゃないか、植物由来か化石由来かというので、なんか4象限ぐらい分かれる感じになるかというふうに思います。それで、廃棄物処理のことを考えると、生分解機能を発揮するっていう場面って実はあんまりなくて、生分解がいいですねっていうのはどっちかというとその環境中で流出してしまうことがある程度考えられる場面ですね。漁業用の資材ですとか、伊藤先生が取り組まれている農業用のマルチとかそういったところはもろ環境上に流出するのが分かっているので、生分解プラの機能が発揮がより期待されるという分野だと思います。とで、リサイクルに回しますというのがはっきりしている場合は、生分解のプラだと逆にリサイクル、普通の一般的なプラスチックと違う挙動になるので、植物由来のプラスチックで生分解機能がないっていうものの方が、より普通 のリサイクル工程に馴染んでいきます。で、この辺の整理は、国としてはロードマップっていうのを作って示してるんですけども、まだまだ全然浸透してないと思いますので、プラスチック法をお昼に説明したものの浸透、設計指針というのも作ってますけども、そういったものの中で、誘導していきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。とても勉強になりました。はい、
それでは伊藤さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。それでは最後の方になります。NPO ママの働き方応援隊の石丸真理子さんです。石丸さん、石丸さんですね。石丸さん、はい、聞こえてますか？はい、こんにちは。こんにちは。はい。はい。今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。私ども NPO 法人ママの働き方応援隊は、神戸が発祥の今全国に広がっている子育て中のママさんたちが集まる団体です。そこで、今回ですね、神戸市の環境局様から依頼を受けて、脱プラショッピングということを企画しました。その経緯をちょっと画面共有させていただいてお話をして、三種の神器が何なのかっていうお話に持っていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。では、目見えますかね？はい、見えてます。見えますか？はい。では、実は私たちの、団体の本部がですね、今奄美大島に移っておりまして、年に何回かはこの奄美大島にある施設を借りて親子で子どもたちを連れて、研修などをしているんですが、その中で朝のビーチクリーンみたいなものが毎日行われている中で、子どもたちと一緒に、海に行くんですけど、お母さんたちも一緒に、そうするとこのようにすごいゴミがたくさんあるんですよね。で、海岸で子どもたちがゴミを拾うと、本当に綺麗な海がゴミでいっぱいになっていて、こう岩の端のところには本当にゴミがいっぱい。このゴミのほとんどが、プラスチック製ゴミで、よく見るとですね、これ結構海外のゴミが多いんですね。中国語とか韓国語とか、そういった言葉のついたゴミが多い。で、子どもたちがこうやっていっぱいプラスチックを見つけて、どうしたらいいか、それからお母さんたちがどうしていったらいいのかっていうのを考えた時に始まったのが、なるべくプラスチックのものを使わずに買い物をするにはどうしたらいいのかということで、まず1回目は奄美大島で、行いました。で、それをきっかけに神戸でもできるのではないかということで、神戸市の環境局様と、一緒になって、神戸の兵庫区にありますマルシー市場という昔からある市場があるんですけども、そこに行って、実際に事前にですね、私 SDGs のファシリテーターの資格を持っているので、ママさんたちに、今の現状、持続可能な社会にするためにみたいな動画を見ていただき、その後この緑の T シャツを着たママさんたちが、じゃあ私たちだったらどういうことができるかっていう方、ですね、家庭ですねを考えて、で買い物に行きました。で、買い物に行くのもただ単に買い物袋を持っていくのではなく、例えばガラスの容器とか、あともちろんマイバッグなどを持って、できるだけゴミを少なくするための買い物をしていきました。それができたのがこの、お料理になります。で、お母さんたちはやっぱりこのプラスチック問題、今ある問題について、やっぱり自分たちの子どもたちの未来にプラスチックを残してはいけない、プラスチックはとても便利で使いやすいものだけれども、例えばこれが子どもたちの害を及ぼすとか、それから自然のものが破壊されるとか、そういった明るい未来、これからの子どもたちが大きくなる未来に何かできることがないかっていうことで、自分ごとに考えて脱プラショッピングを始めました。で、今回はそのメンバーたちと一緒に、振り返りをした中で、三種の神器を考えました。一つ目がプラ製でないスポンジです。先ほどもお話が出ていましたが、石鹸を使うことも一つだと思います。例えば廃油石鹸とか、本当にリーズナブルな値段でできますし、私たちが使っているものを再利用できるっていうのもあるんですが、結構その今使っているプラスチックのスポンジですね、
がこう毎日使うことでそれがまあ水に流されていってマイクロプラスチックになるという話を聞きましたので、麻でできているものとか のプラスチックではないスポンジを使っていくっていうのが1つ目。そして2つ目はエコバッグ、それからマイカップ、マイ箸とか、自分たちで持っていけるものは持っていきましょう、使えるものは使いましょうということで、お母さんたち本当に水筒、子どもたちの水筒だけではなく自分たちの水筒、マイバッグなどを持って再利用できるように、何回も使えるようにと利用しています。そして最後はコンポストですね。本当にこのママの働き方応援隊のメンバーはやっぱり意識がすごく高いので、こういうコンポストを使って生ゴミを、循環していく、土に戻す、そして土に戻したものを、例えば植木とか植物、またお野菜を作ったりとか、そんな風にしています。で、今後この取り組みを今環境局様ともご一緒にさせていただき、このコンポストにを土に返したものをこれから例えば里地とか里山で土に返す、肥料としてまた再利用できるようになったらいいねみたいなことを今環境局様とも一緒に話しているという形です。私どもからは以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。神戸市すごい進んでるっていうお話は聞いていたんですけれども、市民レベルでもすごい頑張ってらっしゃるっていうのはよく分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。今のお話聞いていかがですか、有田さん。はい、すごくプラなしショッピングすごく面白そうだなと思って聞かせていただいていました。そのママさんたちが集まってらっしゃると思うんですけど、でその写真にもお子さんが写っていたように見えたんですが、その次の世代につなげていくとか、そういうところもすごく考えてらっしゃるのかなと思って、何かあればお聞かせいただけたらなと思います。ありがとうございます。実は私たちの団体はですね、こういう授業もしているんですが、基本的に赤ちゃん先生プロジェクトというプロジェクトをしていまして、普段ご自身のお子さんで0歳から3歳ぐらいまでのお子さんとお母さんが教育機関とか高齢者施設、あと企業様に出向いて、お仕事として子どもの命、生まれてきてこんな風に大切に思っているんだっていう命の授業をさせていただくようなことをお仕事としてしているんです。なので普段からやっぱりその自分の周りの出来事とか自分の子どもたちの環境っていうのをすごく意識を持っている方が多いので、こういう環境に対してもすごく深く考えて取り組まれているんじゃないかなと感じています。すごく素敵な活動のモチベーションの根源というかをお聞きできてすごく面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。山口さん、いかがですか。はい、そうですね、結構お話聞いてて何点か耳に残るっていうか印象的なところがあったので、ちょっと一つずつお話ししていきたいと思うんですけれども、まず一つ目 のプラなしショッピングですね、有田さんも言ってもらえたと思うんですけど、これ上野さんのキエロのさっきスイカの話を聞いてる時も思ったんですけど、スイカだから多分包装はないじゃないですか。そのカットフルーツの場合にその包装されてるかなっていうぐらいで、スイカは皮のまま八百屋さんとかに並んでると思うんですけど、それを買って食べて種ペッてやって、そこからまた出てきたスイカを取れるってなれば、もうずっとプラは使ってないわけですよね。そういう感覚をプラなしショッピングで、野菜を買うとしたら、野菜とかフルーツ買うとしたらですけど、そういうこともずっとプラ、これは使われてないよみたいな、そういう果物1個取ってもそういうストーリーができるっていうところで、すごく素敵だなっていうふうに思いました。はい、でもう1点が、3つ目に挙げてくださったコンポストですね。これ、お話の中で、石丸さんのお話の中で
このママの応援、働き方応援隊の方々が意識が高くてっていうところがあったと思うんですけど、この、まあ、SDGs とかに関わる活動してると、あの意識高いねみたいな言われることあるんですよね。でもそれをその意識高いで終わらせることなく、その環境局の方ともあの授業を進めていっていらっしゃるってお話しいただいたところから、その意識高いからもう当たり前にそのステップを移すような取り組みだなっていうふうに感じて、ぜひその意識高いみたいな感じたら、それをそのままにせずに、いやこれが当たり前だよねって言えるくらいのその社会づくりといいますか、考え方をしていければすごく素敵だなというふうに感じました。ありがとうございました。ありがとうございます。平尾さんいかがですか。はい、ありがとうございます。あの2人と同じような感想を持ってまして、あのプラ法の説明を昼にした際に、選んで減らしてリサイクルなんですって申し上げて、あの選んでのところで、プラのことを考えたショッピングしてほしいです、認定製品選んでくださいみたいなことを言ったんですけども、もうやってますっていうことなんだと思うの であの非常に大事だと思ってて、あのプラ法を作る時も、まあ、そのまま前からの問題意識もあったんですけど、そのさっきあのプラ の放送がない追加みたいな話もありましたけど、買えないじゃんかって、あのどうしてもプラ買っちゃうじゃんかっていうようなところがどうしてもあって、で消費者の求めてるものと違うものなんですっていうところも大きいのかなというふうに思って、まあ、それでライフサイクル全体やらなきゃということを仕立て上げたので、あのこんなふうにもうやってますっていう話があると、まあ、非常に力強いっていうかっていうふうにも思いますし、それがまあ将来世代にもつながっていくのかなというふうに思ってます。あとごめんなさい、の奄美の話がせっかくあったので、プラゴミと現場行くとやっぱどうしても目につきますし、いっぱいあります。それで場所によって、瀬戸内海だったら日本のものが多いですけども、外国のものばっかりっていうところもあろうかというふうに思いますし、奄美はそういうところだと思います。それで国際条約を作ろうということになったっていうこともちょっと申し上げたんですけども、まあ、ここあのそうだからこそ、これもまあちょっとあの展開によっては揉めがちで、そのお前が出したんだろうっていう風になるとやっぱり喧嘩になっちゃうんですけども、みんなでやろうよという風にやってって、ようやくその国際社会全体で取り組もうっていう風についなったばっかりで、で日本国内でこんな動きがあるんだと、そのライフサイクル全体を見て消費者の側がこういう購買行動をするんだっていうのを、あの力をあのモデルを作っていけると、その まず日本全体に広めたいと思いますけども、やがて、あの世界の行動っていうふうにも、つながっていくっていうのは、その奄美の海を見ても思うかなっていうふうに思った次第です。すいません、なんか雑白な感想で申し訳ないですが、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。逆に石丸さんの方から何かお聞きしたいことってありますか。そうですね、あのせっかくこの、まあ、神戸発祥の団体で神戸からこの取り組みをしていて、できればこの全国に広げていきたいと思っているんです。なぜならば、先ほどあの、平尾様もお話ししてくださったように、あの買い物をしてみてお母さんたちできるやんってなったんですよ。普段スーパーで、いやいやそんなプラスチックのゴミが出ない買い物なんてできないわって思っていたお母さんたちが、商店街に行っておばさんたちに、あの袋入れないでくださいって、ボウルに入れてくださいとか、魚をここに入れてくださいって言うと、おばさんたち最初はびっくりされるんですけど、あそうやね、それ大事やねって言って、こう会話も弾むし、買い物できるやん、買い物少なくてできるやんっていうことが、すごいたくさんのお母さんの気づきになったんですね。でその気づきっていうのが私はすごく大事だと思っていて、これがもっと、まあ、神戸だけではなくって、いろいろなところで取り組みをすることで、今子育て中ですごく大変なお母さんたちも、未来の子どもたちにとか、あと自分にこう自信を持っていろんなことに取り組めるとか、そういうなんかこう後ろ押しみたいのがもらえたら嬉しいなと思っているんですけど、そういったノウハウみたいなものがあるようでしたら、ちょっと
ご助言いただけたいなと思います。はい、これも平尾さんになりますかね。いかがでしょう。そうですね、はい、でさっきも指摘ありましたけど、聞いてて心強いなって思ってるのは、小部さんと連携が取れてるっていうところで、それも大きなポイントなんじゃないかっていうふうに思います。で、さらにその前の話と結びつけて悪いんですけれども、率直に言って、一つ一つやり取りするのって手間な部分もあると思うんですけれども、それでゆとりの話に戻るんですが、ゆとりがあって、いやなんでこうあらかじめこう放送してパッキングして、トレーニングくるんでほいって渡す方が簡単で効率もいいと思うんです。いやそうじゃなくって、そういう違ったやり方があるんだっていうのを、で消費者にも支持されるんだっていうのが分かって、で、実際なんかでシェアされていくと、私たちいろんなプラットフォームあるので、こういった工夫されてますよっていうのも伝えやすくなるかなというふうに思いますので、まあ、小部さんともちょっといろいろと話をしてみたいというふうに思います。ありがとうございました。すごく心強いアドバイス、はい、ありがとうございます。石丸さん、今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼します。まあ今日たくさんの方から三種の神器披露していただいたんですけど、ご感想はどうですかね。有田さんからいかがですか。はい、年代もそうですし、ご職業もすべてバラバラの方からいろんな三種の神器を聞くことができて、すごく私自身も勉強になりましたし、こう3つ何かを挙げることってスピーチとかでもすごく大事とされていると思うんですけど、こう3つだからこそ広くありつつも一個一個深められて、すごく三種の神器まだまだ可能性に満ち溢れてるなと思いました。はい、山口さんいかがでしょう。はい、そうですね、この三種の神器、そのやっぱ背景みたいな思いの部分を聞いてなんか納得させられるというか、あとは新しい考え方も得られて、最初の相田さんが言っていた衛生用品、怪我をした時の絆創膏も代替できるっていう部分は、まあ、本当に60年前はそれこそプラスチック製品なんて普及していなかったですし、新しい気づきも得られて、そうですね、まだまだ可能性があるなというのは私も感じました。はい、ありがとうございます。平尾さんいかがでしょう。今日いろんな話が出ましたけれども、ありがとうございます。議論して思ったのは、あさり先生の切り口は正しかったなと思って、いや、三種の神器っていうその身近なところから入っていくと、いや、やっぱり議論していくと、どんどん本質的な話になっていったというふうに思ってまして、それはある意味驚きでもありましたし、やっぱそういうところから全部を取り組んでいくことがいるんだなというふうに改めて思ったところです。あと、こういう申し上げるのも僭越なんですが、伊藤先生のモデリングにもちょっと感謝したいというふうに思います。非常に何でしょうね、全体感がまとまっていって、非常に参考になったなというふうに思っておりますので、この場を借りて感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。三種の神器始めた時はなんかこうどっちに行くのかなってすごい不安だったんですけど、やっぱり3つっていうのがすごいキーワードになっていて、有田さんもおっしゃったけど、3つならみんなできる、そのできることをどう集めていくかっていうのがすごい大事なんだなって今日もお話聞いて思いました。これからも三種の神器メンバーで議論続けていくっていうお話なので、まあ、これからどう発展するか、また皆さんにもですね、聞いてもらえればと思ってますので、よろしくお願いします。でこの後もですね、プラスチック のイベントが続きます。16時からマイボトルプロジェクトの報告会、それから夕方18時15分からは映画もありますので、どうぞ皆さんご参加ください。で明日はお二人が、山口さん有田さんが主役で進めますワークショップ、蜜ろうラップを作ろうというのもありますので、ぜひ皆さんご参加ください。今日は長らくありがとうございました。